制御者とは、主として、動力分散方式の鉄道車両において、運転席を有する車両のことであるが、制御者のうち電動車であるものは、制御電動車と称し、制御者は動力を持たない車両のみを指す場合もある。本校では、制御電動車も含めて制御者として記述するものとし、動力のない制御者を区別する必要のあるときは、制御不随者と記述する。 米国シアトルの通勤列車サウンダの2回建制。顧客車、ボンバルディアバイレベルコーチ。客車の後尾車にヘッドライト、コーンなどの運転設備を設けたような格好になっている。スウェーデン鉄道の X2000 の制御客車。車体形状は動力車とほぼ同一。イギリスのインターシティ225の制御荷物車。車体形状は 動力車の91系電気機関車に類似する。非貫通型の JR 東日本 E233、軽電車貫通型の JR 東海313、軽電車非常時貫通型の JR 西日本223系、電車2000番台下り方制御車に、ジャンパ線を備える JR 東日本415系、1500番台、動力分散方式の車両では、 一般に編成を展開しないでそのまま折り返し、運転を行うことから、編成の両側に制御車を配置するのが一般的である。そのため、制御車のことを先頭車とも呼ぶ。また、機関車と客車による動力集中方式の列車においても、最後尾に制御付随車を連結して折り返し、運転時に先頭となる。その制御付随車より、機関車を遠隔操作して、 プッシュプル運転を行うのもある。欧州諸国では最高時速 200km までの車両において制御付随車が広く用いられており、制御付随車の運転台より、後部は客車もしくは荷物車とされることが多い。米国ではこの方式は20世紀半ばに、シカゴノースウェスタン鉄道の通勤列車用客車を講師として全米の通勤路線に広まり、二十世紀後半には、 アムトラックの一部の中近距離列車でも古くなった電車や機関車を無動力化改造して制御不随車として用いるもの、あるいは心臓客車を制御車として使用するものが見られるようになった。一方、日本では観光用のトロッコ列車に使われることがある程度であり、動力集中方式の列車での制御不随車は普及していない。制御不随車の記号は不随車に C を付加し、 TC とされるのが一般的であり、同様に制御電動車は MC としている。事業者によっては CTCM を用いるところもある。また、日本においては制御不随者は区と称されることが多い。同様に制御電動車は JR では雲の記号で称されるが、ほとんどの私鉄では制御電動車と中間電動車を区別せず、も、でと称する。 機動車も動力車の制御者は、中間車と区別せずに、木と故障し、制御不随者の場合のみ、機と称される。また、本来動力はないが、階板などで、雲と称される車両もある。また、編成を組む前提の場合、両端部以外には、運転台は、必要ないので、運転席は、車両の片側にだけ設けるのが、一般的になり、これを、片運転台車と呼ぶ。 両運転台車とカッター運転台車を区別する場合、近年は両運転台車に CMC の記号が用いられることがある。制御不随車の場合は、電動車との編成を組まないと走れないので、カッター運転台車が多いが、稀に両運転台の制御不随車も存在する。交流、交直流電車では、床下機器配置の都合で不随車にパンタグラフを、 装備するケースが散見されるが、制御付随者でも同様に見られ、この場合の記号はタックあるいは TPC とされる。制御者には正面に貫通扉を備える貫通型と貫通扉のない非貫通型がある。貫通型は運転席が狭くなる欠点があるが、他の編成と連結した時に、フォローを用いて編成間で乗務員や乗客の行き来が可能となる。 ラッシュ時と換算時間帯の需要変動に対応するため、複数編成の並結運転を行うことの多い、系列は貫通系を採用していることが多い。また、貫通型制御車には、非常時のみ貫通となる車両もある。地下鉄及びそれに準じる路線では、規則により編成をすべて貫通構造とし、編成の前後に非常用の出入り口を確保することが定められている。ただし、 非常時のみ貫通構造であれば良いため、ホロを備えておらず、平常時は編成間の行き来ができないこともある。このタイプは地下鉄路線の制御車に多く見られるほか、JR 東日本 E217 軽電車や西日本旅客鉄道の在来線車両の多くにも採用されている。これらの違いは外観に異なる印象を与える。一般に貫通型は、 オーソドックスなデザインとなり、逆に、非貫通型はデザインの自由度が高く、流線型の制御車は大半が非貫通系を採用している。非常時貫通型は貫通扉にプラグドアを採用する例も多く、非貫通型と同様のスッキリした外観が得られるほか、貫通扉をオフセット配置とした例もある。制御車は運転席を備えるが、多くは、 客室から仕切られた運転室となっており、交尾車となるときは車掌が乗務する車掌室となることが多い。従って運転設備のほか、車掌業務に使われる放送設備や扉開閉スイッチを備える。また、車両を留置する際の手ブレーキ装置を備えるのが一般的である。このほか、他編成との平結時に使用する。 ジャンパケーブルを収納しておくためのジャンパ戦時を備える車両もある。近年ではジャンパ線接続を省力化するため連結機下部に電気連結機を装備し連結と同時に電気的な接続を完了するものが多い。電車の編成では片側に制御関係の引き同士を装備するため制御車同士を向かい合わせに連結しようとするとジャンパ線や 電気連結器の配置が180度逆転することになる。このようなケースに備え、ジャンパ線を両側に装備した両当たり車として、両方向を兼用としたり、向きによって電気配線等を変えて連結方向を固定したりする。これに関して、日本国有鉄道 JR では奇数向き、偶数向きと称して分類しており、奇数向きは東海道本線基準で、 上り東京方に、偶数向きは、同じく下り神戸方にあたり、多線区でもこれに従って方向が決められている。そして一般に、奇数向き、偶数向きは、車両番号や、形式の末尾の数字、番台区分により区分され、偶数向き制御付随者には、TC の記号が用いられる。また、編成の組み替えにより向きを変える、必要のある場合には、一般に、 方向転換改造工事が必要となる。ありがとうございます。